2023年秋発売予定のソニックスーパースターズをご紹介します。ソニックシリーズの最新作で原点回帰といえる横スクロールアクションゲームです。グラフィックは 3D ですが 2D らしさを感じられます。本作の舞台はノーススタート。ステージは左右のみならず上下にも長く、最後にはボスが待ち受けています。ステージに隠されているカオスエメラルドを取得するとエメラルドパワーを発揮できます。ウォーターは水になって滝を登る、アバターは分身を大量に召喚して一斉攻撃するといったものがその一例です。なおステージに関しては過去作のグリーンヒルゾーンなどは本作には登場せず、全く新しいステージのみになるそうです。オフライン協力プレイに対応しており、ソニック、テイルス、ナックルズ、エミーの4人が使えます。テイルスはホバリングできたり、エミーは壁を砕けたりと過去作の特徴を引き継いでいます。ファミ通 .com にリポート記事がありますので、そちらも読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。